寝た。腹減ったな、タマ。タマ？なあ、タマちゃんって、どないしたん？おい、うつせよ、ちゃんと。俺はいるんだぞ。うつせよ。鏡だろ？おい、おい！たま、言うな。誰にも、みんなに言わないでくれ。なのだ。すぐに来るのだ。なんだあれ。あ、前方に島です。何、こんなところに。レーダーに何も反応がありません。繰り返しいっぱい全速更新。間に合いません。なんだこの光は。前に須作星君が玉褒め眠りから覚めよ。今こそ我に力を。天皇の力は思いのほか強大。身代わりの神はもう持たぬ。意志が集まればそなたも鷹と一つになるはずだったが、こうなればそなた自身が宮家と結ばれなければならぬ。ずっと朱雀の神力で守られて眠ってたらしいんだ。天皇とかいうやつに悟られねえためだとか言ってた。もし天皇のことを朱雀が見越していたとすれば、考えられなくはないな。話はわかるけど、この空気。キチリさん、身代わり影、何なんだよ。朱雀に転生を願ってそれがこれかよ。タカ、宮川、お前は信じてくれるよな。いや、お前ならわかるだろう。この天気だな。あっちじゃ大変だっていうのにな。どっちか選ぶってもんじゃないもんな。タカはタカ、タマ褒めはタマ褒めだもんな。あれ、二人は一人だっけ？これ返しとこうと思ってさ。それ宮家と結婚式した時の。よかった、すげえ探したんだ。俺さ、あっちの世界帰るわ。石井探すことも必要ないしさ。宮川、頼むな。ありがとな。俺の代わりに宮川のそばにいてくれて本当にありがとう。どういたしまして。タマ、おのれこんな時間にこそーっとどこ行くねん。どこかって帰るんだよ。まだ天皇と決着ついてないのにですか。
本物が出てきたんだぜ、七星神さん。逃げるんだ。本物にはかなわないってさっさと都諦めて帰っちゃうんだ、福波隆くんって人は。塗り子。何？ありがとう。でもその都が困ってるんだ。俺がいたら二人の間であいつが苦しむ。タスキも見たよな。俺鏡にも映らないんだ、影だもんな。よかったじゃん、褒めと結ばれる。そしたら朱雀の力も蘇って。そうでしょうか、本当にそうでしょうか。僕はあなたは玉褒めさんに違いないと思ってます。俺は違うよ、玉褒めみたいに血も出ないし力もね。いやかも満足に守れねえんだ。ほら朱雀も帰れってさ。私に暴心を抱かせてくれたのはお前ではないのか。そうよ、私の怪力跳ねのけるほどの痛みに耐えたのあんたじゃない。オイラと彦を命がけで助けてくれたのはお前だ。ダメです、力とか影とかそんなことじゃないでしょ。ちびこごめんな。俺お前がどうやって戦って散っていったか覚えてねえんだ。タマホメ、最後の最後まで俺を信じてくれたんは、泣いてくれたんはお前とちゃうんか。どないなったかで宮川への気持ち変わらんて言うとったやないか。お前は消えてそれでええんか。行くな。みんな元気でな。どうも。さよなら。朱雀も親切だな。タカ、いるだろう。ケイスケさん。上がるぞ。ケイスケさん、どうして？あの巻物、前の天地上と同じように、あっちの世界のことを教えてくれるわけさ。哲也とユイちゃんが頑張って解読したんだけどな。だから、お前がどうしてここにいるか知ってるんだよ！ケイスケさん、なぜいきなり殴られなきゃいけないんだってか。傷ついてるのは僕ですよってか。そうだよな、お前は宮川のために身を引いた男の中の男だもんな。自分が諦めれば宮川もみんなも幸せになれる。束縛できないほど愛してる。カッコつけんじゃねえよ。ダメだろ。バカだろ。信じられる気がした。いや、信じてた。お前らを見ていて、愛が、愛する力が全てをってな。ガキみたいなことを、マジにさ、悔しいんだ。何もできない俺が。変な話だけどよ、お前らならできたんじゃねえのか。たとえ相手が本物の玉褒めでも。
誰かが教えなあかんやろ。俺が言うよ。頼むわ。ちゃんと教えておかなきゃな。ちょうどいいや。自分の情けねえ面見ずに済むもんな。よバカだな、一人で帰っちゃうなんて。離れない。そんな嫌うなよ、俺はお前なんだぜ。わかんないのか、気も力も前のお前そのもの。なんせお前がなくしたものでできてるんだから。遅いよ。媒体もなくあんな都合よく朱雀の光が出てくると思ったか。天皇様がかわいそうなお前にお力を貸してくださった。天皇、あの時、あの石、全ての石は俺の中にあるんだよ。だからお前は偽物だ。汚ねえぞ。今さら汚せん。もう本物はこの俺だ。リアカはもう戻らない、俺のものだ。じゃああなたか。待て。ダメだ、いねえ。まったく、どこ行っちゃったんだよ。なんとか彼らに知らせる方法ってないかな。そのなんとかできそうなのがタカなんだけど。もう大丈夫だと思うよ。バカタレ兄貴は黙ってろ。トイナ、あれは愛の無知だって言ったでしょ。うん、愛の無知ね。ゆいちゃんまでいじめないでよ。で、何が大丈夫なんだよ。もう迷うことはなくなったはずだ。少なくともタカは。何が言いたいんだお前は。美学校、哲也さん、学校。はい。私たちも学校へ行って。あ、はい。瑠璃子にもタスキにも言った。どんなことがあってもお前を愛し続けるって。どんなことがあっても。でも消えちまう男じゃそんなこと言えねえってさ。ほら、あいつも辛かったと思う。でも分かってやれよ。自分が影だって知ったら。ごめん、俺止めなかった、止められなかったんだ。人を好きになるって、お前は優しいから辛いだろうけど、頼むからもうあいつのことは忘れてくれ。お前を愛してるのは俺だよ。人を愛するって。そうだよ、この人は玉褒め電池所の中で恋した。人を幸せにするって。タスキもチチリも一緒にいてくれる。塗り子たちも生まれ変わってくるよ。
約束したよな。世界で一番幸せな花嫁にしてやるって。玉褒め、俺でなきゃダメだ。ミナカ、私ね、あの人をタカって間違えずに呼べるようになるまで1ヶ月もかかったの。確かに玉褒めとはどこか違ってた。でもよせよ、もう関係ねえんだ。あいつは、あの人はいつも微笑んでて、そう、大きく広く、いつもいつも私を見ててくれた。ミヤカ、あいつに何ができる。ミヤカ、俺はここだ。俺を見ろ。ミヤカ、あなた違う、玉褒めなのに違う。何が？わからない。ミヤカ、でも今私が求めてるのはあの人なの。帰らなきゃ、呼んでる、だから呼んでる。つまりは愛の力ってやつだな。見たか哲也、あの二人にかかったら何の媒体もなしで次元を超えちゃって。てめえら人の話聞いてんのか。いいのか宮川、俺何の力もないんだぜ。呼ばれたから、タカの呼ぶ声聞こえたから、だから帰ってきたんだよ。もうあなたしか見えない。一つに私を、あなたと一つにして、私を感じて、何もかもあなたの全てになれるように。あなたは私、私はあなた、二人が一つに戻るだけ。体だけじゃ足りない、全てを与えたい。求め合うのは魂、そのずっと奥から溢れてくる思いは深く熱く限りない。もう離れない。本日太平洋上に現れた正体不明の小島は時速30キロのスピードで移動していることが海上自衛隊の哨戒機によって確認されました。このままの進路を取りますと、明日の午前11時には東京湾にその姿を現すことになります。いよいよおいでなすったぜ。危険が迫ってるって知らせなくていいのかな。天候がやってくるって。うん、信じてもらえないかもしれないけど。信じられたらパニックになっちゃうよ。哲也、あっちじゃ玉褒めが。玉、宮川、帰っちまった。俺を置いて。なんやって。あいつのところに帰っていったようだな。奴を転生させるため散った玉、それをめぐって揺れるお前たちの心、楽しかったぜ。ふざけろって。よせタスキ。仲間思いの貴様らにこの玉褒めは殺せぬ。たとえこやつの正体を妖水と見破ろうと、記憶の玉は全てこやつなんだ。見つかけ、ちりこ、お前たちの玉もちゃんとな。決着をつける。てめえら死ぬぞ。
それでも良いなら来るがいい。どうするのだ、タスキ。分かりきってること聞くな。もう俺の命はあいつらのもんや。一夜にして出現したこれら。宮か。何？今さ、何一番にしたい？してみたいこと？星、タカと星を見に行きたい。星か。俺の田舎ならたくさん見えるな。何もかも済んだら一緒に見に行こうな。行く。お願い、誰か彼を、大切な人たちを守れる力を私に。じゃあいいな、お前たちはじっとしてろ。とりあえずこれ持って、あの海から来たやつから当たろうぜ。じゃあ行ってくる。二人とも気をつけるのよ。ゆいちゃん、ありがとう。何言ってんの、ゆい。お前、今幸せか。うん。ゆいちゃん、出るよ。哲也さんと幸せにね、ゆいちゃん。そう。もうここへは帰れないかもな。そう。さよなら。私を育んでくれた世界、そしてみんな。なんであんなこと。どこまでも一緒だ。あの二人。そう、こう。あなたと一緒に。ミラカ。許さないよ。二人とも別で。我のために奴らが来る。陽水、いや玉褒め、行ってこい。ここ。俺を倒したね。宮川を救いたいんだろう。お前が悪いんだぞ、宮川。こんなに愛してるのに俺よりこいつを選んばりするから。宮川、俺のもんだ。感じ取ったか、父。そう、タカトミコはここにいる。どうだ、お前たちも会いに来るか。へえ、あんたにしては気が利いてること。やっとご対面ちゅうわけやな。楽しみだ。さあ、二人を迎えに行きましょうか。我らの戦いもこれで終わる。ワクワクしてきました。油断は禁物だぞ。なあ、チチリ、乗り込む挨拶はどないする。俺がかましてやるか。私に任せ
ニャンニャン。お前どこ行っとってん。まあ本当に惜しいとこ狙って出るんだから。ニャン。あ。おせ。てめえなんぞに宮川渡さねえ。とっとと消えちまいな。てめえ何を怯えてんだよ。ガキがちっとに狂いやがって、そんなに自分に自信がねえのかよ。負けるわけにはいかねえんだ。てめえ自分にだけはな。愛しさゆえに互いを破滅させたか、スザクの巫女。恋人の手で着せてもらった神父の衣をまとって、男の壊れた心を連れて闇へ突入。あまりに思うがままでいささかつまらぬ。これが定め。そうか、これが消滅とはこのことか。天候我とて人は消せぬのだ。神は人が自らそうなるべく導いてやるだけ。愛する娘を自分が殺した。正気を保てるわけがないわ。遥かな昔より詩人天地の書の中でこの時を待っていた。千年余りの間、人間どもの欲が膨らみ、愛の力が弱っていった。人間の邪気、それは我に力を与え、巻物の世界で神とならしめた。そしてあの世界の様々な人間どもが我を崇めた。中子の一族もそう。しかし我の本当の望みは現実の世。そこに出るには強大な負の力が必要。しかも直接我に向かったものでなければならぬ。お前たちはまさに敵人。今こそ我は帰り、あの世界へ。この平城京と共に。マジかよ。何なのあれ。結城宮川、宿儺御隆、お前たちには感謝する。おかげで我はこの平城京の朱雀門を破って外へ出る。待てこら。なんとかこの結界を破るのだ。そうよ、絶対あいつの好き勝手にさせない。宮川さん、宮川さん、しっかりしろ。タカ、タカ、起きてタカ。
丈夫よ。あなたは勝てるよ。あなたは自分が思っているよりずっとずっと強いんだよ。聞こえるでしょう、みんなの声。みんなが力をくれたの。私たちを愛してくれたみんなが。だから私たちは勝てるよ。大丈夫、そばにいるから。いつもあなたと一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に生きていくよ。このタカの木。やっと自分が分かるなんて。俺は弱いかもしれない、ちっぽけなやつかもしれない。だけどそれでも誰かのために生きたいと思った。素晴らしい人間になろうなんてもう思わねえ。夜だ。自分が信じられる。たった一人でも今の俺を見ていてくれる人がいれば、俺は誇りを持って生きていける。玉褒めは作り物なんかじゃない。私にとってかけがえのない人だよ。怯えるな。お前の全てを受け止めてやる。俺の中へ帰れ。お前は俺だ。やか、聞こえてるな、天狗。やっと分かったぜ。俺は最初から俺だったんだ。ヤカと出会って愛せるため、愛されるため、きっとヤツを、玉褒めを受け入れるために俺はこの世に生まれた。てめえのおかげで随分時間がかかっちまったよ。玉褒め、我の与えた体を拒絶するとは、それもお前の意志か。覚えときな、人間ってのは一歩でも前に進むことができたら前より強くなれるんだよ。確かに巨大な木だ。その強さ高ではない。玉褒めとも比べ物にならん。悲しみも怒りも感じ取れん。だが所詮そこまで。俺らのことも忘れんなよ、ボケ。あんたの結界破れたの気づかなかった。大したことないですね。お前は我々が必ず食い止める。もうあの二人には指一本触れさせはしない。貴様ら、所詮我の餌でしかないのが、まだ地獄の天の四方の南方守護スザク御身に告げたまわく。ヤカの声。これは我今この言葉をなす。七福地に源図は二人の声。タカ聞いて、私こんなに幸せだと思ったことない。みんながいて、世界があって、宇宙があって、全てが二人を育んでくれた、巡り合わせてくれた。だから、ああ分かってるよ、ユカ。あなたに会えてよかった。
お前に会えてよかった。今永遠になる。ありがとうみんな。天より我が子が降り立ちたまえ。再び神力を得た。天皇よ、もはやお前は消え去るのみ。あの二人が復活させたというのか。その命をもって。だが我は神。そなたは神ではない。思い出すがよい己の正体を。そなたはこの日の本の国の昔に生まれた男。おお、これが塔の都より入手した詩人天地の書。この詩人の力をもってすれば世を滑ることができる。神にもなれん。巫女でありながら軌道に狂い落ち魔物と化したか。極刑にせよ。欲望に駆られ悪しき軌道を使い処刑され、歴史からも抹殺された男の怨霊。そなたは狂った無双の中で神と化しただけ。人であることを忘れた亡者だ。我ら詩人が今再びそなたを闇へ返す。封鎖。言ってもうたか。あの世ちゅうのはもっと綺麗かと思ったら、なんや、太極山みたいやな。太極山なのだ。おお、チチリ、お前も死んだか。死んでないのだ。なんで死んでまでお面つけとんねん。ご苦労だったな、お前たち。よくぞここまで帰ってきた。わあ、エマ大王。あー、奴は浜で隊長をどこに。質問は手を挙げて。はい。わしの顔がどうのこうのだったら許さんぞ。あ、塗り子、殴れ。宮家と鷹は無事なのですか。安心をし、肉体は極限まで力を使い切ったが、二人の気は。みんな聞こえるか。宮家、鷹、朱雀の力を出すために向こうの世界の肉体から放たれたのじゃ。やったね、あんたたち。魔人倒したね。うん、塗り子、それは違うよ。みんなが力をくれたんだよ。ああ、俺たちにいつもいろんなことを教えてくれた。みんなの思いが勝たせてくれたんだ。ありがとう。戦う術は己を知り、己を信じ、己に打ち勝つこと。お前はそれができたのじゃ。お前たちの世界から天皇の魔力は消えた。七星子たちよ、そなたらの呪縛も解けた。哀れなあの兄弟も、同じく魔物と化した者たちの魂も、これで救われる。さて今度はお前たちじゃが、今のお前たち二人は精神体じゃ。どの次元とも触れ合える。触れ合える。お前が望むならこっちの世界にもいられるということじゃ。みんなと、みんなといられる。帰りなさい、二人とも。そう、自分たちの世界。そうや、自分の生まれた世界が一番や。お前のことを待ってる奴らおるやろ。そうだ、タカ、お前は宮家とあの世界で生きていくために生まれたのではないか。
まだこれから出会わなきゃいけない人たちがいるのよ。俺たちもまた新しい体で生まれてくるが、心はずっと一緒です。忘れません、永遠に。タカ、ミヤカをもっと幸せにしてやるのだ。もちろん君も。みんな愛してた。愛してくれた心から、笑って背中を押してくれた。前へ歩いていけって。だから今度もさよならなんていらない。きっとまた。ミヤカ、ミヤカ。ミヤカちゃん大丈夫か？ミヤカどうした？少し怖いの。目を開けたらみんないる。タカ、あなたは私の目の前にちゃんといてくれる？ああ、ここにいるよ。石の最後の一つ、あれはどこにあったのかな？ああ、今わかった。すぐ近くにあったんだよ。お前だよ。ミヤカ。ミヤカ、歩いていくよ。これからもずっとあなたと一緒に。
パパ、ママ、お空見て。お星様がみんなでこっち見てるよ。ああ、いつも見てくれてるよ、ずっと。いるんだぞ。おい、おい。タマ、言うな。誰にも、ミヤクに、みんなに言わないでくれ。お別れ会した方がええ。やばい、その2、パパ、ママ、お星様がいっぱいだよ。みんなでこっち見てるみたい。まあ、あの時本当に何も。うるさいうるさいうるさい。その3、すべてはここから始まった。まさかこのためだけにアフレコに呼ばれるなんて。わしの力を今さら説明することもなかる。若い力を見くびられては困ります。お呼ばぬ時はどうする。あなたの仰せのまま。おきらん、お茶。はい、ただいま。次はやつを潰す。うるさー。